パージは、連合国軍占領下の日本において、連合国軍最高司令官総司令部総司令官、ダグラス・マッカーサーの司令により、日本共産党員と、ンパが公職追放された動きに関連して、その前後の期間に、公務員や民間企業において、日本共産党員と、その支持者とした人々を解雇した動きを指す。1万を超える人々が失職した。 赤狩りとも呼ばれた。皇居前広場のある皇居外苑付近朝鮮戦争第二次世界大戦終結後、日本の占領政策を担った GHQ は民政局を中心に治安維持法などの廃止、特別高等警察の廃止、内務省と司法省の解体、廃止などの日本の民主化を推進し、主要幹部が刑務所から釈放された日本共産党も、 初めて合法的に活動を始めた。その結果、労働運動は過激化し、大規模なデモやストライキが発生するようになっていた。中国大陸では、国境内戦で毛沢東を率いる中国共産党が優勢になると、アジア、太平洋地域の共産化を恐れるジャパンロビーの動きが活発化し、日本では GHQ の主導権が GS から参謀第2部に移り、 共産主義勢力を弾圧する方針に転じた。冷戦の勃発に伴う、いわゆる逆コースである。民間情報教育局教育顧問の WC ・イールズが1949年7月19日に、新潟大学の講演で、共産主義の教授は大学を去るのが適当と演説し、以降各地の大学で同様の演説を行った。1950年5月3日、 マッカーサーは、日本共産党の非合法化を示唆し、5月30日には、皇居前広場において、日本共産党指揮下の大衆と占領軍が衝突、6月6日に、徳田9一ほか日本共産党中央委員24人、及び機関士、赤旗幹部と言われた人物を公職追放し、赤旗を定刊処分にした。同年7月には9人の日本共産党幹部について、 団体登記政令に基づく政府の出頭命令を拒否したとして団体登記政令違反容疑で逮捕状が出た。こうした流れの中でマッカーサーは数字にわたり吉田首相に対し共産分子の活動に関する書簡を送付。各報道機関は1950年7月28日から書簡の趣旨に従い社内の共産党員、同調分子らに解雇を申し渡し始めた。 初日の解雇数だけでも朝日新聞社72人、毎日新聞社49人、読売新聞社34人、日本経済新聞社10人、東京新聞社8人、日本放送協会104人、時事通信社16人、共同通信社33人に及んだ。さらに、同年9月の日本政府の閣議決定により、報道機関や観光庁や、 教育機関や大企業などでも日教系の追放が行われていった。当時の日本共産党は1月のコミンホルム批判により、徳田を中心とする所管派と宮本賢治を中心とする国際派に分裂した状態だったこともあり、組織的な抵抗もほとんど見られなかった。この間の6月25日には朝鮮戦争が勃発し、 共産主義の脅威が公然と語られるようになった。公職追放の指令それ自体は1952年のサンフランシスコ平和条約の発行とともに解除された。職場でレッドパージを受けた一般の労働者で復職できた者はほとんどおらず、またレッドパージを受けたことがわかると再就職先にも差し支える状態であったと言われる。なお、1950年には アメリカ合衆国でも共産主義者の追放が行われた。この一連の動きも含めたすべてをレッドパージと呼ぶ場合もある。詳細は赤狩りの項を参照。また雇用主を相手取った訴訟は主権回復前の1952年4月2日の共同通信事件の最高裁決定で報道機関に対するレッドパージが、そして 主権回復後の1960年4月18日の州外制約事件の最高裁決定でも重要産業に対するレッドパージがいずれも GHQ の指示による超憲法的な措置で解雇や免職は有効として原告敗訴となり以降の関連訴訟の判決の判例となっている1950年に電気通信省旭ガラス川崎製鉄で 追放解雇、免職にされた3人が思想、良心の自由に対する侵害であるとして2004年に人権救済を申し立てたことをきっかけに2008年70人により同様の申し立てがされている。なお3人については2008年日本弁護士連合会より救済勧告、後に神戸地方裁判所に国家賠償を求める訴訟を起こす。原告側は 報道機関や民間重要産業でのレッドパージについて GHQ は示唆したが指示まではおらず日本政府が主導したと主張したが裁判所はこの主張について示唆と受け取れる GHQ 文書もあるが実際は GHQ の指示で日本政府には従う義務があったとしその上でレッドパージは GHQ の指示による長憲法的な措置で解雇や免職は 有効と従来の判例を踏襲して2011年5月26日に請求を棄却。二審の大阪高等裁判所も2012年10月24日に控訴棄却。2013年4月25日に最高裁判所第一小法廷にて上告不受理を決定して判決が確定した。2010年にも長崎県の7人について 同県弁護士会からの救済勧告が出た。日本共産党は、神戸訴訟上国帰却、不受理について、日弁連も勧告を出しているように、日本国憲法第十九条が保障する思想、良心の自由を蹂躙する人権侵害であり極めて不当なものとする抗議談話を発表した。GHQ、スキャプの民主化政策により、社会主義を背景にした労働運動が激化したが、 これによって、日本共産党の勢力が伸びていた。1949年1月の第24回衆議院議員総選挙では、日本共産党が35議席を獲得した。そうした中で、1949年の下山事件、三鷹事件、松川事件という、いわゆる国鉄三大ミステリー事件が、日本共産党と国鉄労働組合が仕組んだという情報が流れた、ため、 日本共産党、共産主義者排斥を容認する風潮が作られた。ありがとうございます。